参議院選挙の公示に伴い、中国やタイなど海外に住む日本人の在外投票が始まりました。北京の日本大使館に設けられた投票所には、午前中からキテラ中国大使や北京に住む有権者が訪れ、投票を済ませました。日中関係、特にこれからもう少し改善してほしいなと思いまして、そういう気持ちというか期待を込めて投票に参りました。一方、タイのバンコクでは現地時間の午前9時半から投票が始まりました。日本の経済をどういうふうに活性化していけるかっていうことが最大のポイントだと思いますんでね。海外で投票できる期間は日本との距離などにより異なっていて、タイは最も遅い今月15日まで投票できます。